F3 戦闘機開発で、アメリカとの協業をやめ、に、自衛機開発へと、舵を切った日本ですが、ようやく、その姿がモックアップされました。今回は、F3 戦闘機で、次々機戦闘機準国産化が、可能になるを詳しく見ていきますね。そういえば、F22 戦闘機と F35 戦闘機の合体版が、ロッキード社から提案があったのを知ってましたか ?F25 かな。日本の次世代戦闘機開発は、公に2022年末に、イギリスとイタリアとの3カ国共同で推進することが発表され、太平洋戦争後に、これまでスタンダードな形であったアメリカとの協業という体制を初めて取らないことを表明した。この発表は、日本、イギリス、イタリアの各国政府が、それぞれ直接のコメント出して、正式なものとなったが、名称は GCAP、グローバルコンバットエアプログラムであることも、同時に明らかにされた。昨今の他の戦闘機開発計画も含めてではあるが、この GCAP、グローバルコンバットエアプログラムも、名称内には、戦闘機、ファイターという単語はなく、単なる機体としての戦闘機開発ではないことが伺える。そうした意味では、戦闘機も、その中身の一部に組み込んだ、もっと、大枠の戦闘用の航空システムの構築を基としているのだと思われるが、未だ、世界的にも、そうした概念は実現しておらず、未知の領域であることは、間違いない。この GCAP、グローバルコンバットエアプログラムについては、2022年12月9日に、日本、イギリス、イタリアの3カ国で、同時発表という形をとったが、翌週12月16日に、日本は、大幅な防衛予算の増加を決めたため、インパクトが薄れた感は否めない。未曾有の日本の防衛予算の増額と、その使途として、多種多様なスタンドオフ兵器や、それを用いることでの反撃能力の確立という、いわば政治的な注目によって、話題の主役を奪ったように、個人的には思える。スタンドオフ兵器やそれを用いた反撃能力という概念は、その従来にない長距離攻撃を可能にする可能性から、日本の反対勢力からは、こちらもこれまでにないほどの勢いで、批判の言動が後を絶たない状況だ。しかし、スタンドオフ兵器が、そこまで長射程を必要としている理由は、敵側の防空ミサイルの長距離化に対抗するためであり、飛躍的に長距離化が進むそれらに対し、現実的な方策が限られることは明らかである。また、日本の周囲の仮想敵国である中国、ロシア、北朝鮮は、いずれも、軽く、日本を射程内に収める、複数の種類のミサイルを数量も含めて、着実に増加させており、迎撃が困難な類のものも、確実に実戦配備を進めてきている。そうしたミサイル等の兵器に対して、従来の迎撃を主体としたミサイル防衛のみでは、抑止力とすることも困難になりつつあり、いざという場合には、日本側からも、相手を攻撃可能なことで、懲罰的な抑止力を取らざるを得ない。そうした物理的な兵器技術の進展には目を背け、軍事や兵器そのものの忌避を、イデオロギーとしてのみ捉えて敵視する姿勢が、かえって、中国やロシアや北朝鮮の政策にとって、それを助長する結果になることについては、甚だ無自覚なのだろう。さて、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに、話を戻せば、2022年3月15日から、3日間にわたって、幕張メッセで開催された、DSEI、ジャパン2023というイベントにおいて、専用ブースに出展が行われたことも記憶に新しい。D
DSEI ジャパンは2019年に初開催された展示会で、今回が2度目の開催であり、日本の防衛関連企業を中心として様々な企業が出展を行っていたが、ここでも日本に特有の自主規制がイベント全般に適用されていたといえる。それは他国で開催される航空ショー等の展示会と異なり、直接的に攻撃を行う装備の展示は行わず、あえて後方支援や間接的な用途に限定した装備品の展示に止めるといういかにも日本的な実施手法が取られた。そのため攻撃用の装備品等はパンフレット等による紹介のみとされ、各種のミサイルや自爆型の無人航空機など現在の他国での航空ショーであれば今の主軸となっているような展示品一切行われていなかった。そうした中で DSEI ジャパン2023においては GCAP グローバルコンバットエアプログラムからは次期戦闘機のモックアップ模型が展示され、今回の催しの中でも最も注目を集めた出展となったことは間違いない。 GCAP グローバルコンバットエアプログラムの次期戦闘機のモックアップ模型は機体の大まかなイメージを伝えるためのもののようで、細部に至る仕様を突き詰めたというような類のものではないのだろう。 DSEI ジャパン2023の GCAP グローバルコンバットエアプログラムの次期戦闘機のブースでは、設置されたモニターにイメージ映像も流され、複数の無人航空機とおぼしき機体と同機が随伴飛行する様子も紹介されていた。ここではこうした複数の無人航空機を複数の次世代戦闘が完成し、互いのレーダーセンサ類で得られた情報をネットワーク化して共有、他の友軍戦力とのデータリンクも視野に入れ、広範な航空システムを試行していることを伺わせていた。少し意外に思えたのは、イメージ映像の中で当然機体そのものに高度なステルス性能が施されているであろう次期戦闘機が主翼の下に複数のミサイルを喧嘩しているような描写があったことが個人的には印象的だった。まあ深い意味はなく、戦闘機であるから各種のミサイルを搭載可能だと視覚的に示す目的のイメージ映像だったのかもしれないが、ステルス戦闘機の紹介用の映像としては若干の違和感も感じないわけではなかった。いずれにせよ非凡はこの GCAP グローバルコンバットエアプログラムに対して三菱重工業社を主幹として、機関部を IHI 社、そしてレーダー等のアビオニクスを三菱電機社を主軸として開発を行っていく。この構図はイギリスの場合には主幹に BAE システムズ社、機関部にロールスロイス社、レーダー等にレオナルド UK 社となり、さらにイタリアの場合主幹やレーダー等をレオナルド社、機関部をアビオヤード社が担う。一部のロイター等の海外メディアの報道によれば、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの開発費用の分担について日本とイギリスが 40% ずつで、イタリアが 20% との報道も見られた。これについてイタリア側は単なる推測の情報に過ぎないと述べて、打ち消しに躍起になっているようにも見えるが、3カ国が同様の比重でプロジェクトを推進するという大元の前提からは、この指摘が乖離していることは間違いない。また、今回の GCAP グローバルコンバットエアプログラムの推進に際しては、イギリスのロンドンに中核となる拠点を合弁企業として設立するとの情報も聞こえてきており、参加企業のネームバリューからもイギリス主導の可能性が高まっている。日本はこれまでの次期戦闘機開発については自国主導とするために三菱重工業社を主幹企業に据えたとも伝えられてきたが、個人的にはどこで
その意図をできるだけ損なわずに、プロジェクトを進められるのかが、鍵になるのだと感じる。イギリスのウォレス国防大臣などは、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムが生み出す戦闘機について、現在のいわゆる第5世代戦闘機を超越した第6世代戦闘機となると、未だコメントしているが、その証明は難しいだろう。いわゆる第5世代戦闘機という分類を F-22 ラプターによって開拓したのはアメリカのロッキード・マーチン社だが、ユーロファイタータイフーンという実績があるとはいえ、BAE システムズ社がそれを越すことは容易ではないはずだ。アメリカが日本の次世代戦闘機開発への参画を実施しなかった最大の理由も、その仕様や内容は、自国が思い描く次世代の戦闘機は、乖離があったことも大きいと考えられており、同国の新型戦闘機の情報からも目が離せない。